はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、ブランズ8タイムアタックなんですけど、使用する車がね、ベントレーのコンチネンタル GT となっております。個人的にね、イモラの時にこの車がね、結構この7位ぐらいの位置にいたのがね、意外とサプライズ的な感じでした。で、前回6位だったね、あの RCF が一気にね、トップタイム出したんですけど、まあこちらのコンチネンタル GT はどうなんだってところですね。まあイギリスの車で、イギリスでね高タイムが出せるかってところですね。まあ関係ねえけど。はい、じゃあとりあえず本日もよろしくお願いします。ベントレーのね、コンチネンタル GT3 タイムの方がね、1分26秒163で2番手タイムですね。まあこのタイムアタックでね、一つだけやっぱりまあ再確認したってことがありますね。あのアクセル早めに踏んだ方がいいとはいえ、ラフに踏んでってね、オイルスピンさせるとやっぱタイムが出ないってことです。あの何に気を使ったかっていうとね、立ち上がりでホイールスピン、まあ、要はトラクションコントロールを効かさないようにね、することを心がけていったんですけど、意外といいタイムが出ましたね。で、この図体の割にはね、そんなに重さを感じないでね、なんていうんですかね、ちゃんとフロントは入ってくし、本当乗りやすい車だと思います、意外と。でかいんですけどね、車の見た目は。すごく鈍重そうなんですけど、意外と軽快に動いてくれます。でもさすがにね、RCF からはちょっと大きく離されちゃってますよね。でもまあまあまあ、まあいい感じの結果になったんじゃないでしょうかね。また次のタイムアタック企画の時はね、順位の上の方の車からスタートしていくので、まあそんなことを繰り返すとね、まあその中で一番どれがね、どのコースにも無難に対応できるかっていうのが、なんとなく見えてくるんじゃないでしょうか。ってことで、今回は以上ですね。意外といい結果が出ました。また最後までご視聴ありがとうございました。